はい、えー。皆さん、こんにちは。取材する YouTuber こと、入足中心者の須田慎一郎です、えー。今日はですね、あの、横浜福留園裁判のその後というふうにですね、ちょっと位置づけまして、えーまあ、横浜福留園裁判がですね、新たな局面を迎えたと。 大きな転換点を迎えたということで、今日は非常にちょっと重要な配信になるのではないかなと、私はそんなふうに予感しているんですけれども、今日のご出演者をご紹介させていただきたいと思います。まずお一人目はですね、倉部さんです。どうもよろしくお願いします。す。みません。よろしくお願いします。そしてですね、真ん中に見えてらっしゃるのは、まあリモート出演と。 いうことになっております。ノリコエンジェルクリニックの、えー、船越ノ子先生です、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、えー。ということなんですけれども、ちょっとクラさんの方からね、うんえー、船越先生ご紹介いただきたいんですが、あのですね、このまあ横浜福留煙裁判の中で、うん、藤井さんという方はですね、はい、まあよく出ていらっしゃるんですけど、あのー、まあ日本禁煙学会のそのリストをもとに。 あの電話でそのあなたは自童喫煙症というね、うん、病名の診断書を交付しますかということをこう調査したんですよね、えー、その中の一人としてまああの船越先生との接点ができて、うん、その後もまああの連絡を取り合うことがあり、うん、まあ実は化学物質過敏症についてはまあいろんなその診断書をこう交付する際のですね、うんえー いろんな問題があるということを、あの言われて深掘りするようになっていったというかね。うん、そういう経緯がありますね。ねあの加えてですね。先だってのあのこの映画はご覧になっていただけましたでしょうかね。窓という映画なんですけれども。 えー、この映画の、まあ、一つの大きなキーワードというとですねただ単純にですねタバコの腹臭炎をめぐるという問題よりもやっぱり、えー、この化学物質過敏症というのが裁判あるいはトラブル事件のですね、えー、大きな鍵を握っているとそういった意味で言うと今回の、ね、企画なんですけどもやっぱりこの化学物質過敏症というのを一つキーワードに進めていきたいと思うんですけども。うん あのクイブさんもですねネット配信記事で、はいえー、こんなタイトルをつけた記事を配信されているんですけれども「医師が内部告発宮田美紀北朝鮮大学名誉教授の医療行為の評価化学物質過敏症の安易な診断書交付を問題視」っていうねちょっと非常にちょっとびっくりするようなタイトルが。うん 出てるんですけれれどもも、はい、もそそ診断書が交付されたと、ね、非常にそれがずさんな形でずさんというよりも、うん、まあそのこと自体が、ねうん、法律に違反する形で交付されましたと。うんはい、とはいってもそ,もそもそものベースになるその化学物質過敏症という症例そのものが非常に曖昧なんだという、うん、そういう理解でいいんですかね、うんうんまあ、あのですね まあ、典型的な症状としてはそのめまいとか吐き気とかそういうものあるんですけどそういう症状は、うん、あの別にその化学物質過敏症でななくても起こる症状なんですよね、うん、ですからまあ非常にその一般の病気の区別が非常につきぬくて、うんまあ、ところが、まあ、その化学物質過敏症という病名をもらってそれで診断書を交付していただくと。うん あのまあ、障害年金なんかが受け取れるというん、それでその診断書さえ、まあ、毎年毎年あの定期的にですねこう更新していけば、うん、どん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 あの年金が受け取れるという、うん、そういうシステムがあって、うん、中には別にどういうことないのにそういう診断書をですね書い、うん、てもらって不正に受けているのではないかなというような。 そういう話が結構水面下であるわけなんですよね。うんうん、で、それについて。今回船越さんが、その、まあ。化学物質過敏症の、まあ、権威と言われている。目頭清石。について。まあ、あなたのやっている診断はおかしいんではないですかということを言われたわけです。うんうん、あのー、まあ、今回そういう形で、内部告発ということを、踏み切られましたけれども。はい、どうですか。何か、その、えー、内部告発をするに、これ、やっぱり。 同じ業界ですからね。あまりこう波風立てたくないっていう気持ちも働いてるでしょうし、やはりそこってのハードル高かったですか？内部活動するにあたっては。はい。あの私はもう日本禁煙学会の会員ですし、ええ、やはりこう気持ちはすごくしんどかったです。うん、勇気がいる、うん、勇気がいるってやもんじゃないっていうぐらい、うん、怖かったですし、うん、相当。 なにかのパワーをすることだったと思います。うん、自分で、今もここで喋ってるのも、よくしゃべ、こうやって喋ってるなぁと。思います。やっぱり。トラブス先生とね、はい、その化学物質過敏症との、そもそも、この、えー。関係ってのは、一体どういうところにあったんでしょうか。あ,あの、私もともと、自分は産婦人科で、うん、もうずっとしておったんですけれども。うん、自分自身がね、発症した。 ししてまったったいうのが、まあ、そもそもそのきっかけです、うん、その時もあの実はそんな病気あるのを知らなくて、うん、数ヶ月いろいろインターネットとかいろいろ探したり、うん、支援センターさんなんかに相談したりして、うん、あの宮田幹雄先生の受診そよ風クリを受診して診断していただいたっていうのがそもそものきっかけです。その際には あなたは化学物質過敏症ですよというふうに診断されたわけなんですか、はい、そうですね、はい、うん、そ,その診断書はもちろんその疑いの余地のないものだというね、はい、そういうような理解でされたんですかねそす。そうです。診断書っていうか、まあ私の場合は診断書は希望しなかったので、うん、障害年金は希望しなかったので、ええ、あの普通に診断をしていただいたっていうことです。うん、でその診断を受けて何かこう行動というかアクションは取られたんですか。はい あのその当時は、えええー、この病気は治療法がない、うん、治らない、うん、っていうふうにあのき聞いたんです、うん、化学物質を徹底的に排除すするる避けと、うん、いうことはあの教わったんです、うん、例えば柔軟剤とか、うん、きついのに使っておられる患者さんはもうちょっとお断りしたりね<ー>ほとんどもう患者さんを見れない状態があって。 数ヶ月続きまして<ー>その時にまあ自分もそう,うそういうことだったら自分が化学物質過敏症のまあ勉強をしてそういう患者さんを見る外,そういう外来を始めようっていうふうに思って宮田先生にいろいろ教わったっていうのがそもそもきっかけそういいううう行動を起ここしたっていうことですね、うん、でそうやってその化学物質と接点を立つというね、うんはい、え生活をされていて症状は改善されたんですか、はい そうですね、あの今から思うと、うんえー、化学物質過敏症のこう症状が良くなったとか、うん、病気自体が良くななっったとは思ってないです<ー>ちょっと違うあの治療をしておられる先生をにを出会うことができたので、うん、そこからはもうすごく急に元気になったんですけど、うん、でその時はあれなんですか違う先生の場合はの診断は化学物質過敏症だったんですか、はい そうですそのまま診断はただ、えー、と化学物質過敏症っていうその私が今の主治医はですね、ええ、基本的にその中枢、まあ、ちょっと難しいんですけど、うん、中枢性感覚って言ってそれはどういうことかっていうと、うん、体の中の神経のどこかにもともと傷があるっていうことですその傷を持っている人が例えば農薬だったり防虫剤だったり柔軟剤だったりそういうものが来ると、うん 傷のところがしみるというかうずくというかこ、うん、ういうふうに理解してくださいと言われて、ええ、で私は大悟を昔に交通事故でむち打ちって言ってこう首のむち打ちをやってるっていうことを、うん、その先生に話したらすぐに頚椎の MRI 取ってくださいって言われて、ええ、MRI 取ったところも非常に首の状態が悪くて、ええ、これがもともとの原因ですっていうことを見つけてくださったんです。ええ、なので 私はその神経障害の痛みを抑える薬を。まもらって。えもう、あの。二日か三日後ぐらいには、もう普通にスーパーとか。全然。あーー全然減ってあそうなんですか。じゃ、それって。まあ、化学物質過敏症っちゃ過敏症だけども。それだけを遮断してたんでは。何の根本的な治療にもならないじゃないか。もともとは、その。え、頚椎の問題だったんだ。じゃあ、さっき一番最初の。その宮田医師の診断ってのは、一体何だったのか。っていうふうにも。 <思>はい、強く思ってしまうんですけども船越先生はどんなふうに受け止めました私の何ヶ月かを返してくださいって思いました<ー>あの時にすぐに治療していれば、えー、こんなに苦しまなくて済んだのにと、うん、いうことを強く思いました何これって思いましたうーんその全ての患者さんにこれが効くっていうわけではなくて、うん、私の方にまあこう特に首っておっしゃるんですけど、えー、首にも頸椎の 神経に問題がある人に対してはこの治療は非常によく効くと。はい、であと耳鼻科的な慢性上咽頭炎って言って、まあ、私それもあるんですけど、はい、鼻の奥のところにやっぱり慢性的に炎症がある人もやっぱこういう風になりやすくて B スポット療法って言って、はい、鼻の奥をこう貧乏でこする作家するっていうこれも私もちょっとやってみてるんですけど、はい、やっぱりこれも嗅覚をこう。 柔軟剤とかがくるとイライラってするのもだいぶ収まるなんかこういろいろやりようはあって、うん、何も化学物質を避けるだけではなくてね、うん、やっぱり耐えうる体を作ると、うん、もちろん栄養先生おっしゃる栄養も大事ですし、うんうん、なるだけ避けることももちろん大事なんですけど、うん、やはりあのなんで皆さんと違って私はこんなにしんどいのかっていうことを 考えるんですね、うん、でそういう治業があるっていうやっぱりそういう提示自分にこういうねあなたこういうこと交通、うん、事,事故とかしてませんかっていう、うん、そういう過去にそういうフェリッペスとか慶応がねフェリペス感染とか、うん、あの帯状疱疹とか、うん、そういうことしてませんかっていうのはやっぱり啓蒙活動として、うん、今自分の中のテーマなんです、うん、こう広めていくもう学会とかね。あの,あの 医療の専門家ではないからあの専門的なことは言わないんですけど、うん、まあ一般論としてはあの区別がつきにくいということが、ねうん、あって、まあ、そのために問診を重視するという、うん、まあ方針が、ね、非常に流行ってるわけなんですけど、まあ、もちろん問診は大事なんですけど、うん、まあ逆説的に考えれば、うん、あの患者さんの希望通りの診断書を変えてしまう。 そういうことが出てきているわけですね。うん、今回、まあ、あの船越先生からいろいろ話を聞いたんだけど、うん、船越先生が化学物質過敏症ではないと判断されたんだけど、うん、その人が宮田医師のところに行ったら、うん、化学物質過敏症だということを言われてですね、うんうん、でその後その宮田先生の方から船越先生の方に手紙がいって。うん 精神疾患かどうかよくわからないんだけどエイヤで診断書を書きましたということを言われたんですね。宮田先生から船越先生にあたられた、えー、手紙なんですがいつもお世話になっております先生や坂部先生のようにこの病気を理解していただける方がおいでいただけるということがどれほど心の支えになっているかわかりませんいつもありがとうございますご報告が遅くなり申し訳ありません先日先生の患者さんである A 様の件ですが 化学物質過敏症の患者の中では比較的不安障害が強い方かと思います。検査は問題なく行いました。もともと責任病巣が会話であると言い出したのもアメリカの精神科医なのです。化学物質過敏症患者は発達障害と同様に、化学物質過敏症スペクトラムとも称してもよいほど程度の差が多いのです。 最初私が精神症状が多い患者には診断書を隠しぶっておりました。中には被害妄想が強くて統合失調症ではないかと思うような患者もおいででした。しかし体調が良くなると妄想も消えてしまい、最後にはそんな変なことは 行ったことがないと逆に叱られる始末でしたうつ病は体調が悪くなり原因が何であれ追い込まれれば誰でも発症する可能性があるように最近は思っていますそして誰かが救ってやらなければ生活ができなくなってしまいます精神科の医者が診断書を書くか私が書くかだけの違いだと思ってえいや 書いております統合失調症も文献を調べていくと母体の栄養失調で引き起こされることが多く栄養補給で症状が改善している文献も多いです。えー、とももかくヒノコをかぶるつもりで 診断書を書かせていただきました。学物質仮面症の診断書は当然一般医師からは叩かれる可能性があります。北海道の小児科医は叩かれすぎてうつ病になり、その結果配偶者にも逃げられ、さらにひどいうつになり、最近やっと復活されてきました。しかし診断書は書いてもらえません。当然だと思います。 アメリカのように医師の診断、医師の診断している核物質、過敏症患者数が成人の12%を突破するまでは、やはり用心していただいた方が安全かと思います。最初のランドルフ医師も学会発表したために、アレルギー学会から永久除名されてしまいました。えー、著書はあっても、学術論文はないのです。何かありましたら、おバカな見当たを回していただきたいと思います。ただ、 電過敏症には純粋の精神疾患症患者が多すぎていまだに私も診断書を書きかねております本当に厄介な時代が来てしまいましたが今後ともよろしくお願い申し上げます一番気になったのはどこでしょうかやっぱりさっき言葉に出てきたように「えいや」と書いておりますというところですかね、うん、そうですねまあ厄介な時代って何やねんって感じですけどというのは やっぱり先生もまあごく大分ご高齢なんですね、うん、昭和の先生なんですね、はい、だから医者がこうだって言ったらこうなんですよ、うん、それで何か訴えられるとか歯向かってくるとかそういうことは想定しておられない時代な,るほどなるほどうん。私なんかもちゃんと人から訴えられるぞって言って最初から教育受けても特に産婦人科は訴訟が多いので。 えー、もうとにかく、とにかくもうカルテの書き方から診断書の書き方から、もうとにかくそういうことはもう言われたんです、最初から。うん、もう嫌というほど、うん、やっぱり患者さんが何か言ってきたり、医療裁判になったりするっていうようなことは常に想定してるんですけど、うん、多分想定されてないんですね、うんうん、今回の,あの副流園の、ね、裁判の件なんかもあって。 厄介やなとこれこの厄介な時代ってこのこのこと違うかなと思ったりしますやっぱりかつてお医者さんっていうと絶対の存在だったじゃないですか、うんはい、ですよね。無優勢と言ったんですか間違えることはないでそれに対して反論するとか、うん、疑問を呈するってことは許されないっていうね、うんうん、そこで生きてくると今本当に厄介な時代だったっていうのも、うん なんか理解できだからこう自分がやることについて何かこう意見されるようなことがないからもう普通にこんなん書いて私がこれを告発するなんて夢にも思っておられなかったと思いますしね <laughs>、ええ、まあ私あんまりしがらみないので <laughs>、ええ、あっても自分でしがらみと思わないので <laughs>、ええ、そんなおかしなことはやってる先生追放されていったらええと思ってるから <laughs>、ええええ、やっぱり。 一番上に立たれる先生はそれなりに尊敬に値する先生でないと困りますし私はほとんどその尊敬に値する先生しか見てないっていいますかねやっぱり人の上に立たれる人はそれなりの先生だでね努力もされてるし立派な先生なのでやっぱり名誉教育とか言うてもこんなことされたら困りますねがっかりしますねやっ,でやっぱり象徴は時代と何とも こういうことをしててもあんまり悪いと思っておられないあそこが問題ですね<あ>最大のね一番大きな問題ですよね。その自分が何をやっってててるのかちちゃんときちんととき理解しいいいないっていうねあんまりこう裁判でも直接訴えられておられなかったりするからまだなんかこう分かってことの本質を分かっておられないのかなっていう。 感じはします。ここ怖いです。<laughs> なんかこう。うん、ご高齢っていうんじゃなくて、なんかちょっと年齢だけの問題でもない。感じはしますね。うん、あのう、倉部さんはね、ジャニーズのさ、うん、立場から。科、はい、学別上昇、まあ、ご専門ですよね。ねねうん、こういったケースっていうのは、どういうふうに我々受け止めたらいいんですか。うん、やっぱりこういうこと見ても。 非常にそういうまあ安易に患者の言う通りに希望通りに変えてしまうというね、うん、そういう傾向があるんじゃないのかなと思いますよね、うん。あもちろん全部ではないですけど、うん。けどあのー、今船越先生ねクライヴさんの方からお話ありましたけれども、はい、あのー、そういったことがどうなんですかやっぱりきっかけになってこのカ過敏症をめぐる診断書っていうのは、はい、え相当問題性があるというふうな認識を持つに至ったんですか。 私があのこの人はおかしいと思うのは今一例、ええ、この今クラブさんにお話しした一例です。ええ、ただもう何年もこうずっと診断書だけ出してもらって、うん、もう長年化学物質過敏症でいらっしゃるような方の中には、うん、もうだいぶ体が良くなっておられて回復されて、うん、もう良いんじゃないでしょうかと思うような方でも。 やっぱり診断書もらっておられるっていうのは見ています、うん、だからあの安易にっていうのがね全員にっていうわけではなくて、うん、やっぱり軽症の人にはいくらこちらが診断書書いて差し上げても年金は受給されないと思います、うんうん、ただ私が見ているグレードよりもあの宮田先生の方がグレードが高く重症に書いておられるっていうのは見ていますなるほどね それを何でもほいほいっていう言い方をしたんですけど、うん、やっぱりしっかりグレードも大事ですしそもそもこの今回の一件に関しては、えっと、先生はもう化学物質過敏症でない,ないという手紙を読む限り、うん、もう精神的なものであるっていうことは認めておられます、うん、でもまあかわいそうだからっていうことです。うん、ああだんだん本質が見えてきました。 つまりま患者側、患者さん側の事情というか要望に応じて診断書がどんどん、ねはい、作られてしまうという、はいはい、そういうところが最大の問題点だと、ね、だと思います。うん。病名が違う診断書はもう違法だと私は思います。うん。医師としてまず違う病気の名前で診断書を書いてあげるっていうのことはうんもう絶対にあってはならない。まあ今船越こいさん言われたように。はい そういう司法違反。な状況が、はいうん、あの、いくつか見られるということですかね。間違ってしまったのだったら、私は仕方がないと思います。うん、誤診しても、うん、自分はやっぱりこう検査して、これで。こうだと思ったって言うんだったら、私こんなに告発しないんです。うん、認識して書いておられるので。うん、あのお、お手紙に、そう。なぜかお手紙にわざわざ、そう書いて。 私にくださったので、ええ、うんこれはいけません。あこれも、ええ、あの横浜古墳事件でね、フィルデュエン事件であの佐久間名分医師が診断書を書いたんですけど、ええ、それもやっぱりあの問診を重視して根拠のないことを。 書いてたっていうまあそういう共通点がね、うん、あるんですねやっぱり、うん、そうですねやっぱりこういう,ふうにもうブレギヌっていうかもう煙草を生むと言いますか、うん、このこと自体も私は禁煙学会から何も知らせられてもなかった知らなかったんです、うん、もうこの映画のことで化学物質か民主をやってちょっとツイッターなどで初めて知ったわけで、うん、もうこんなこんなことが実際に起こっていたなんてことは知らなかったんです。うん あのもちろん、障害年金も,もう詐欺になりますし、不正受給になる、それはもういけませんけど、この場合、やっぱり冤罪っていうのは、そういうことになると、やはりこれは黙ってられないと思いました、やっぱり、言われもない人がね、こんな風に訴えられて、そういうことにやっぱりなりうるんですよね、その診断書をこう、患者さんかわいそうやと思って、善意かなんかわかんないですけど。うん こう安易な発行をずっと続けていたらね、うんうん、やっぱりそれによってその診断書を持ってやっぱり相手方に行くわけですよね、うん、何かもめ事があった場合はお医者さんの書く診断書ってみんなそんな嘘と思わないですしね、うん、その効力っていうものはすごい力があると思うんです診断書って。 やっぱり法的なものですし、うん、やっぱりそれを自分の目でしっかり見ずに「あ、うん、あそうですか」って人から聞いて「はい」って書くとか、うん、診断書っていうのは重い重いものです医師にとって。うんうん、こんなことする人は本当にごく一部だと思います、うん、ただこうやって声上げて言う人間は少ないのかもしれないですけど、うん、これはねあの私勝手な個人の思い込みなのかもしれませんけども。うんうん あの今回の、ね、横浜福利園裁判、はい、あるいは「窓、はい」えーま、という映画を見て、えー、受け止めてるんですけれども、はい、あの高額な提訴を、ねうん、提起された、えー、訴えられた側のご家族も大きな大きな被害者だと思うんですよ。うん、それはもう間違いないことだと思いますけれどもそういったその診断書を真に受けてで今日は先生の話を伺って確信を持ったんですけれども本来受けるべき治療を受けずにですねずっと苦しんでおられる。 訴えた側もまたこれまた偽の診断書の被害者だというふうにも私考えてるんですけどこれはどううでしょうかね、うん、あの実際に自分がこの方にお会いしたりしたわけではないので、うん、やっぱりちょっとなんて言うんでしょう、まあ、医者っていう,るほど、ね、う職業上ね、うん、こう見てない人のことを言うコメントするのは危険かなとは思うんですはい、はい、けど、うん、やはり。 化学物質過敏症って診断したんであればいろいろ治療法がある,あるのに、うん、やっぱりこういう先生が治療しているよっていうことで、まあねうん、紹介するなりお話しするなりやっぱり診断するだけで放置っていうのはちょっとそれは違うなとは思ったし、うん、あの患者として先生受診してあなたはこうですよ 化学物質過敏症ですよ、うん、ほんのちょっとのほんのちょっとのタバコの煙でもこうなってパニック障害みたいになりますって、うんうん、先生に言われたらあ私そうなんだって思いますよね普通は、うんまあ、私も思いましたね、うんうん、みんなが不幸ですよねこれは、うん、見てるともうただやっぱり裁判ってなって診断書っていうところでね、うん、やっぱ重みがあったんじゃないですかねこの このケースを見てると、うん、やっぱり診断書が出ちゃったっていう、うん、私は出ちゃったと思ってるんで、うん、あららっていうもうちちちょっっととゃんと調べてきっちりされたら、うん、いろんだこれね、うん、この偽の診断書偽というにはちょっと言葉がおかしいかもしれませんけどね、うんえー、患者の要求にそのまま沿うような形での診断書を書いた場合にですね 確かにこれは障害年金もらえるかもしれないけれどももしかすると適切な治療が受けられなくて問題解決には至らないその病気の治療には結びつかないということも考えられますよね。<laughs> でまあそういった意味で言うと、はいえー、これって結果的に誰が一番得するのかと言ったらいいんですかね。その点ははどんなななうに考えてままますすか誰も得得ししいいいとと思思 いようやったらもうその診断書を書いてあげたことによる報酬を得た医師だけですかね診断書発行料をもらえた医師は報酬が入るので、ええ、でもそれ以外誰も不幸でしかないいと思いますさ、うんね誰もが不幸にしかならないその診断書なんですけども、うん、とはいえこれ。学会の活動ってある種、うん 社会運動じゃないですすかこれには大きく寄与しまよねやっぱり市民運動があなたは化学物質の過敏症ですよということにしてしまえばその人を利用してどんどん政策目的にですね横浜区立園裁判にもそういう側面があったんですけどねそういうことも出てくるんじゃないのかなというね思いますよねやっぱり。 やっぱり先生あの市民運動のそういった活動家の方からは結構接触はあるんですか。あのあります。えー、一緒に一緒にやってくださいっていうことです。お<ー>あの私はえー、っとそういう運動はしないんですね。やっぱりこういう性格なので、うん、私はそういうのをしませんと。 こう,まあ、こうこうこうであの違う先生に治療を受けて私すごく元気になったので、うん、もう全然柔軟剤とかへっちゃらになりましたよって全然大丈夫になりましたっていう話をし,したところ 2>,、うん、えと2つの団体の方から「うん、え先生じゃ柔軟剤はよいよいっていうことですか?あ <laughs> あ」もうパーンともうパーンと二人同,じ同じセリフでした2人。2> うん、だから治,る治って ってもらっちゃ困るんですかって言いました私まあ治らない病気でないとやっぱりその市民運動の方々は困るんでしょうね,、うん、そ,うねそれが大前提なんですよねううう治ってあ先生よかったねって言ってくれるんやと思ったらああっていう感じだったんで <laughs> <laughs> ちょっと私もがっかりしたんですけど、うん、やっぱり良くなって分かってきて治療法が見つかって元気になるって言ったら普通は喜ぶ話やねんけど、はいうん どうしてこんなに喜んでもらえないのかはもうただお話を伺っているとあの今回のね横浜クレーン裁判の,あの原告さんご家族のね、うんうん、ケースはレアケースというか特殊なケースではなくてその診断書というところにフォーカスしていくと、うんうん、こういったことは日常的に起こっている可能性が高いというふうにこれ考えていいんですかねちょっと私も そんなにたくさん、受動喫煙でね、うん、こんな診断書が出て大きい裁判になってるっていうのは、ちょっとあんまり聞いたことがなかったので、うん、まあ小さいものであれば、もうちょっとなあの話し合いとか、うん、まそういうのはあるかもしれないですけど、あどねうん、ただあの、そういう場合でも本当に煙浴びておられるんでね。 結構私も相談を受けますけど、ええうん、でも自分の服にもタバコの煙の匂いがめっちゃものすごくついてしまうとか、うん、まあそういうのはやっぱりでもやっぱり私は診断書っていうのを書く場合はやっぱり現場行かないと、うん、ああ本当本当ここものすごく煙たいねっていうことは見に行く。 書くくとときは見に行くってことですよねただ、うん、あのほとんどの禁煙学会のほとんどの先生がやっぱり何人か数人そういう先生がおられてそういう先生がご校目ってなったりすると、うん、やっぱりこういう具合の悪いことになる、うん、でやっぱりみんなこう言いにくいですしね、うん、先生そんなちょっとよろしくないですっていうのはやっぱり。うん 言いいにくいし今回もやっぱり日本禁煙学会のトップでいらっしゃるので、うん、やっぱりちょっと先生ちょっとそれはまずいですよっていうのはなかなか言えなかったのではないですかね,ねその宮田先生にしてもやっぱり名誉教授でご高名な先生なのでやっぱりちょっと先生あ,あきませんよとはちょっと中では言いにくかったのかなとは、うん、まあ私はちょっと あんまりそういうのかん、そ、そういう気を使うとか、忖度とか、あんまりない人間なので。こういったお話をしたんですけどね。うん、あのー、まあ、今回ね、告発された後に。何、はい、かこうリアクションはありましたか。はいはい、日本経営学会と。ありました。日経営学会は。ない、なかったです。もう私。幽霊部員みたいなものなので。経営、はい、学会からはなかったですね。うん、まあ、普段からこう産婦人科。 会員婦人科の仲間とかはあのちょっとリアクションありましたしあとあの、まあ、環境科会の化学物質過敏症をね、うん、やっている専門とされている、まあ、私がいつもあのものを教えてもらったりする先生方は、まあ、私からちょっと連絡しただけなので別に大きいリアクションはなかったです、うん、あそうっていう感じでそれで、ね、ちっちゃい。 リアクションは小さかったですでもやっぱり黒イ部さんこういった内部告発っていうのは、はいうん、今回の一連の流れの中でかなり大きなインパクトを持ったんじゃないですかどうですかね。うん、やっぱり誰も、ね、やららないことですからね上下関係とかねいろんなしがらみがあって、うん、なかなかはっきりと言ってくれないっていうかね最初は、うん、この記事書いた時は。 先生も匿名ということだったんですけどその後ちょっと考え直して実名で大丈夫ですっていうことで今回出ていただいたということなんですね。とはいえやっぱり倉部さんとかね藤井さんねご夫婦であるとかご家族であるとかそういった人たちが一生懸命活動されてきてようやくんかあるべきところにんか動きつつあるようにも思えるんですけれどもやっぱり。 訴えられてなんか裁判がそのまま誰にも知らずに終わってしまったのはどっちに転んでもね終わってしまったのはやっぱりこういったなんていうの闇の部分って出てこなかったうん、うん、ように思いますよね。やっぱり一般のメディアではなかなかこういう問題がね取り上げないというかね、うん、あのタブーしてしまって表に出ないからまあこういう増、うんま、田さんの番組とかうん、うん、そういうところでどん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 ,どんあの出していく 以外にも大きくならないですよね。まあその意味でまあ今回あの映画という形でねこの問題を大きく取り上げられたんで一定の成果は上がってるんじゃないのかなと思いますね。まあ船越先生のようにね全くこんなことが起こってる知らなかったっていう医療の業界世界でもですねというところを聞いてえそうなのって私はちょっと驚いちゃったんですよね。そんなもんなんですね意外と。 そうです私も映画なかったら知らなかったかもしれない。なかなかねこういったのあの知られてないけれども、うん、大きな問題ってそうのはありますね。いでしかもこれがね、えー、年金の不正受給っていうところにもつながっていくっていうところですから非常にこう根深いというか。 要するに関係者以外のところにも関わってくる話ですよね一番誤解を招いてはいけないっていうのは、うん、本当にに困っってている患者さんがに迷惑だも,もう少しね、うん、そういうあの福祉を受けないといけかわいそうですよっていう、うん、かわいそうかわいそうってみんなかわいそうっていうんじゃなくて、うん、やっぱりちゃんと、まあ、化学物質過敏症に限らずね、うん この病気ですっていうきっちり診断をつけられる本当の患者さん大多数の本当の患者さんに迷惑やっていうことなんですよ。んか私今ツイッターとかでも言われてるんですけどその患者の敵みたいに思い込まれる人がいるんですけど逆逆あの先生が変な診断書を書くとなると。 本当の人ままで疑われてしまう一部のずる,ずるいことをしてお金をもらおうとしてるのはごく一部、うん、でも医者はごく一部でも一人でも店の診断書を書をいたらダメなんですよ、うん、それがこれに今回こういうことになってしまったっていうね、うん、私が、えっと、告発したのは彼はそういうふうなつもりでほいほい書いてるのは間違いないので。うんうんうん 化学物質過敏症ではなない他の病気だろうなと分かっていながら書くことがあるっていうのはね一人でもそういうことしてるとみんなにそうホイホイ書いてるに違うかって疑われる、うん、で今度疑われたら本当の患者さんにすごく迷惑がかかる、うん、もう本当に苦しんでおられる患者さんにすごく迷惑がかかるやっぱり違うものは違う、うん、やっぱりきっちりした診断書が出てないからこんなことになるんでねややこしいことに。 ででもねやっぱりちょっとびっくり私もちょっとびっくりはしましまた、うん、こんなことこんな裁判になってこんなこんな冤罪とかこんなことになるんだなっていうのはちょっとびっくりしましたので,、うん、であの稀なケースでであってほしいとは思うんですそうですね今ずっと今日お話伺ってきたように,にお医者さんの書かれたね診断書にギギと言ったりですか、うんうん、その信頼性に。 疑問がついてしまうと別にそれを要求した側それを書いた側だけのケースじゃなくて全体に影響を及ぼしてこいつ本当にこの病気なのかっていうことになると全部が全部部が不幸になそういう意味で蔵部さんあれですねやっぱり今日ね船越先生のお話があって何かこう非常に見えてきたものがあってねやっぱり今回の,その横浜復練裁判というかこの一年の事件って。 何かこうなんていうかな腑に落ちないというか、うん、なんか後味が悪いというか、うん、それはどこにあるのかなと思った時に、うん、やっぱりこの犯罪,犯罪的な行為をやっている医師の方が、うん、その罪の意識がないっていうところに僕はあると思うんですけど、うん、その辺はどんななににお感じになりますか、うん、ああのやっぱりそういう体質になってしまったというのはその医学界そのものが非常にね保守的なところで。うん 自自由にあの自分の意見を表明でできない、ねうん、雰囲気があると思うんですよね、うん、そうするとトップに立った人はが批判がないものだから好き勝手に何でもやってしまって、うん、神経が麻痺してしまうというかね、うん、それがまあ典型的に現れているのがあの横浜副龍煙裁判であり、うんまあ、船越先生がねご活動されたことだと思うんですね、うん、やっぱり。 じゃあ佐久田医師はどう思ってんのかっていう,う,いう思うんですけども、うん、こう問題がか問題解決になんかつながっていかないなと思いますけどね。はいうん、まあただこういうふうにね表に出していくことによってね、えー、少しずつやっぱり変わっていくんじゃないでしょうかね,うね、うん、やっぱり。まああの私もそこに期待したいと思いますんで、うん、あの船越先生もぜひこれからも頑張っていただきたいなと思います。はい、うん、います。よろしくお願いします。 あの先生その後宮田医師とは何かやりとりはあったんですか？最全く,全くないです。最後に、はい、あの笑顔を見せていただいたところなんかちょっと、はい、少し救いが、はい、緊張してたのででもそうですねあのまあ今回こう匿名より名前出して、ね、顔出してあの自分の思っている本当のことを、うん お話できたので、ね、あのもしかしたらいろいろ誤解されてた方、うん、で「あ治療がない」って言ってたけど治療があるんだっていうこと、うん、多分善意で良かれと思ってほいほい書くことが患者の首を絞めてしまうだからそういうところがこういう裁判にもつながって全部が何気なしにやらはることが。 うん、そのことが次どういう影響を及ぼすのか特に診断書はものすごく影響力が強いですし、うん、もうねやっぱりそんだけ私もちょっとあの考えさせられたこともあるしちょっとこう何かされたら怖いなって言って、うん、こ怖かった部分も正直なところあるんですけど、うん、しっかりあの自分の言葉で言った方が。 逆に良かったかなっていうふうに、後で思うんだなと思います。うん、やっぱりこそこそ匿名で書いてもらったりするんじゃなくて。自分の言葉で言えたので。良かったと思います。うん、あのー、ぜひね、えー、これからもですね、あのー、その正義を貫き通していただきたいなと。はい。はい。ぜ,はい、ぜひよろしくお願いします。 勇気ある内部こかず本当にいやいやあのね <laughs> 応援したいと思いますんでこれからも頑張ってくださいありがとうございます、はい、ありがとうございますで加えてですねあの核物過敏症を含めて横浜フレーンス裁判ねえ詳細については、えー、こちらの方に書籍の方に載っておりますんで視聴者の方はねえー、もし興味がありましたらですねぜひこちらの方もご覧いただけたらなと思いますこれがんでがも大きな問題なのか っていうのが、まあ、一年ながら見ることによって、えー、理解することがで,できるんじゃないかなと、えー、よろしくお願いします。あの、倉山さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、先生、どうもありがとうございました。長時間。申し訳ありません。はいや、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 こちらこそ。